で今回はね、満月館ということで、6種類の醤油をブレンドした甘辛醤油味のトマトせんべいというわけでございますね。では、こちらのものをね、食べてみたいと思います。餅好きっぽい。確かに甘辛くしたね。香ばしい醤油味と、ほのかに甘い、ほんのり甘い醤油の香ばしさにパリッとしたせんべい。まあ柔らかめのせんべいですけど、まあちょっとしたビスケットみたいな感じですね。ちょっと香ばしく焼き上げてる感じがまた良くてね。それよりいい味を出してるのかなと感じました。どうもありがとうございました。